そろそろ時間となりますので始めさせていただきたいと思います。井村さんによる、NASA 主催の世界最大級発掘のスペースアップスを運営した話です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。NASA 主催の、世界最大級ハッカソンスペースアップスを運営して話をします。湯村と申します。よろしくお願いします。はい、今回僕は3位の商品のハム狙いです。なので面白かったらぜひベストトーク投票をお願いします。でちょっと今日ページ多くて60ページぐらいあるのでどんどんいきます。はい、まずハッカソンについての話なんですが、皆さんハッカソンって知ってますかね。ハッカソン知ってる人、はい、まあ、そうですね、さすがに、はい、皆さん知ってますよね。じゃあハッカソン参加したことある人ってどれくらいいますか。お、あ、結構半分くらいかなと思ってますけど、もうちょいいますね。さすがヤプシーの参加者。はい、でもう今あのいろんなところでハッカソンが、参加あ開催されています。でこう家をハックしたりとか、こうオフィスビル、ごめんなさい、オフィスビルをハックしたりとか、あとは100円ショップにあるものでハッカソンやったりとかも開催されています。でも本当にいろんなところで開催されて、もう猫も杓子もハッカソン状態です。はい、で、今日の話は、スケールが大きくてこう宇宙をテーマにしたハッカソンの話です。はい、でここに唐突で自己紹介します。湯村と申します。こんなアイコンのツイッターアカウントで湯19の人です。よろしければフォローしてください。今実は石川県に住んでいて、で社会人学生をやっています。でお昼は NICT っていうところでエンジニアやっていて、で、夜は、ジャイストで学生をやっています。あの今ドクターの5年目なんで崖っぷちです。はい、で昨年から、スペースアップス東京の事務局長も、務めています。でもうちょっとだけ自己紹介すると、以前はあのエンジニアで、iOS アプリとかをよく書いていたりして、技評さんから、本を出させていただいたりもしました。で今は実は、まあ、iOS 触れてなくて、お仕事的にもインフラのことをやることが多くて、まあ、興味が中心がどっかだったりしてます。あとは、趣味でメディアアートっぽいものを作るっていうこともやっていて、キーボードにプロジェクションマッピングをする、あ、ごめんなさい、キーボードにプロジェクションマッピングするこんな作品を、作ったりも、はい、していて、でこれテレビに取り上げてもらったりもしました。はい、じゃあまずスペースアップスとは何なのか、イベントの概要についてちょっとご紹介したいと思います。で、インターナショナルスペースアップスチャレンジっていうのが正式名称で、NASA のデータを使って宇宙のアプリを作るハッカソンです。で東京は NASA だけじゃなくて JAXA とも共催して JAXA のデータも使っています。でもともとはあのアメリカとかでオープンデータの、流れというかムーブメントの、一環で NASA 主導で開催されたもの で、3年前に始まって、で毎年4月に開催していて、で今年は4年目です。で、この、インターナショナルスペースアップスチャレンジの最大の特徴は、何といっても世界同時に開催されるということで、去年は95都市で、今年はなんと142都市、世界中の都市で、同時に同じ日に開催されました。で、これ知る限りでは、参加人数も開催地数も、グローバルゲームジャムっていうゲーム作るハッカソンがあって、それよりは少ないんですけども、多分それに次ぐ世界で2番目に大きなハッカソンじゃないかなと思います。で各いろんな都市で開催されて、で各都市の上位チームが、まあ、予選通過みたいな感じで、グローバルコンペティション、世界大会に進ん で最後にこの世界で、優れたアプリを集めて、また、審査を行って、でグローバルアワードっていう世界で一番すごいやつを決めるみたいな感じになっています。で日本も東京だけじゃなくて5都市に開催されていて、会津、福井、山口、そして鹿児島県の肝付けで開催されています。でスペースアップス東京は大体まあ参加者が年によって違うんですけども、100から多い時で150名ぐらいの参加の規模になっています。はい、でスペースアップスの様子を、写真でちょっとお見せしながら紹介していきます。でハッカソンの前に、アイデア出しを行うアイデアソンっていうのを行っていて、で去年は日本科学未来館で開催したり、今年は、スポンサーのデーストン IT ラボさんのオフィスで開催したりしました。でハッカソンの本番も、今年は、DMM メイク秋葉さんで開催しました。で、まあ、こんな感じでみんなで集まってハックしていきます。で今年は実はペッパーくんが助っ人に来てくれて、まあ、ペッパーを使って、ハックしたというチームもありました。で、ハッカソンの最初に来てくれたんですけど、3時間経つと頭に NASA ステッカーが貼られて宇宙ペッパーにすぐ返信しました。はい、でハッカソンなんでこうみんなで議論しながら、どんどん進めていきます。
で最近流行りの 3D プリンターを使って発掘した、何かものづくりをしたっていうチームもありました。はい、あとはこうスタンディングで開発するチームがあったりとか、あとは終夜イベントで徹夜 OK のイベントだったんで、12時半でもうこれ終電なくて帰れない人が確定しているんですけども、結構半分ぐらいは夜中まで残って開発していました。でまあ徹夜といってもさすがに疲れてくるんで、こう椅子を椅子で寝たりとか、椅子を並べてベッドにしたりとか、椅子は諦めて床で寝る人だったり、はい、ペッパーくんもぐったりしてました。で大人だけじゃなくて中学生以下向けにこうアルデュイノを使って、作品を作ってもらうっていうワークショップ的なイベントも開催したりですとか、あとは各都市で開催するんですけれども、東京会場とあとボストン会場、アメリカのボストンとコラボして開発するというチームもありました。で東京とボストンだと時差がほぼ昼夜真逆 で日本の方が半日早いん で日本が、東京が1日目の夜中になっても結構開発進んだなっていう頃にボストンの人たちがようやく起きて開発始めたり、あとはボストン会場が開発が追い込みになっている時にはもうすでに東京は懇親会でみんなビールを飲んでるみたいな状況になってました。で東京では夕食時に宇宙にちなんだ食事を出していたりして、で写真は H2A ロケットの形をしたちらし寿司です。でこれ1年目の時から始めて、でこれ結構大好評でツイッターに写真を上げたりしたら、ツイッター上でも他の会場とか特に海外にすごく大好評でした。で次の年からはもうスペースアップス始まると海外の人たちから、おい今年は東京の寿司の写真はまだかみたいにせかされるぐらいには、はい、大人気でした。はい、ではそのハッカソンでどういう作品が生まれたかっていうのをちょっと紹介していきます。はい、まずこれはプロジェクターと身近な材料を使って、デジタル地球儀を作るっていうプロジェクトです。ちょっと音が出てないんで、もし可能なら音お願いします。はい、でまあ、こんな感じで NASA のデータを使ってデジタルな地球儀を手軽に作るっていうプロジェクトでした。はい、で次は、これ iPhone アプリなんですけれども、ありがとうございます。人工衛星とか望遠鏡の、観測データベースをiOS アプリに取り込んで、何か重要な科学的に重要なイベントが発生したらiPhone でプッシュ通知を送って、でそれ研究天文の研究者が、すぐ解析をできるっていう結構本格的なアプリです。UI とかもすごい完成度が高かったです。はい、はい、で次これは地球の周りを回っている宇宙ゴミについてのアプリで、スペースデブリですね。で、スペースデブリを可視化して、でさらに、はい、VR で見れるようにして、このゴミが、もともとどういう衛星の破片だったかとか、あとはそのゴミに名前を付けて可愛がったりしたりします。はい、はい、で次、人工衛星を擬人化して、はい、コレクションする、はい、衛星コレクション、このカンコレのパクリですね。はい、とか、あとこのチームは、まあ、ロゴを見て分かる通り某雑誌の影響を強く受けた、はい、宇宙文明発見グループっていうところで、で彼らは、NASA のサイトから膨大な月とか火星とかの衛星の画像を収集して、それをディープラーニングで画像解析して物体認識して、で月の表面に顔を見つけたりですとか、はい、あとは火星の表面にシルエットを見つけたりしました。で彼ら今年は月面の凸凹の地形を利用した健康サンダルを作ってました。はい、というさまざまなチームが登場するとても楽しいハッカソンです。ではその運営の中身についてお話ししていきます。まず事務局なんですけれども、もともと何か母体があったわけではなくて、このスペースアップスのために形成されて、した団体 でもともとみんな昼はそれぞれ仕事だったり、学生だったり大学教員だったりいろんな仕事をしていて、無償のボランティアとしてこの活動に、運営に関わっています。で事務局メンバーは大体当日のスタッフも合わせて、20名ぐらいの組織です。で、ざっ と、スケジュールが毎年4月の頭に開催されるん でそれを逆算して、大体昨年の年末から、1月の頭ぐらいにこう動き出して、大体1年の3分の1とか4分の1をこの活動に、使っています。
で事務局のその進め方はまずミーティングが2週に1回ぐらい我々は行っています。でちょっと僕が石川県に住んでることもあって、今年はオンラインミーティング Google ハンガートを使ったミーティングが中心でした。でその他のミーティング以外の連絡は Facebook グループを使ったり、あとは直前はちょっとやり取りが増えてきたんで Facebook メッセンジャー使ったり、あとはなんかプレゼン資料とかいろんな書類とかのファイル共有は Google ドライブ使ってやったりしていました。で、イベントのために準備したことをちょっと書き並べてみたら結構たくさんあります。で、まあ、重要なことからあとは、まあ、症状準備したり商品準備したりみたいなすごい細かいことまで結構いろいろ準備しています。はい。で、まあ、そのいくつか紹介すると、まあ、一番大事なのが場所決めで、まあ、場所がないとハッカソンできないんで、まあ、今年 DMM さんお借りしたんですけれども、まあ、場所決めの一番重要なファクターがキャパで、ハッカソンのイベントの性質上その多ければ多いほどいいっていうわけではないんで、まあ、適度な人数がまあここ4年間ぐらいやって、まあ、100人以下ぐらいがまあちょうどいいぐらいかなっていうのはなんとなく感覚としてつかめてきました。あとはまあ参加者用の Wi-Fi が必要だったり、中継用の有線 LAN が必要だったり、あとは会場によって物販ができるかできないか、あとは夜は使えるか使えないか、施錠の必要があるかみたいないろんな制約のもとに決めていきます。で、同じぐらい大事なのが会計で、実はスペースアップスの本体の全体の規則で参加者から参加費を取ることっていうのができないんで、運営費はスポンサー収入と物販の売上が全てになっています。で、なんですが、まず物販の方がちょっとずっとやってたんですけれども、イベントの収入としては不向きだなっていうことが分かってきて、まず販売した売上なんで当日になるまでどれくらい売れるか分かんないんで、予算が不確定で使いにくかったり、まあ、入金がイベント当日になるんでキャッシュフロー的にもあまり、予算的にはちょっと使いたいな、あとは在庫が発生して、でうちに今うちのクローゼットに T シャツが山積みになっています。はい。なので、まあ、この辺をちょっと反省はいろいろ考えたいなと思います。で次スポンサーなんですけれども、これもスポンサー結構気軽にスポンサー増やせばいいじゃんってこう思ったり、あとは言われたりすることもあるんですけど、スポンサーを増やすって結構慎重になる必要があって、でまずは大前提としてそのイベントの趣旨にスポンサーさんに賛同していただくっていうことが大前提 でその上でさらにスポンサーお支払いいただくお金に見合ったリターンをご提供するっていう必要があるんで、まあ、多ければいいとは限らない。あとはまあ黒字出しすぎたらそれはそれで使うのが大変だったりですとか、あとはスポンサーやっていただくにあたってそれなりの責任と、あとは実作業も発生するので、まあ、多ければ多いほどいいっていうわけではないですね。まあ、実際には訪問したり請求書発行みたいな書類手続きがあったりとか、はい、あとはロゴもらってウェブサイトに載せるんですけれども、まあ、いろんな企業さんのロゴを貼り付けて、で、まあ、サイズがバラバラなんでサイズ調整するんですけれども、単にピクセルを合わせればいいっていうものでもなくて、ロゴのその形とかによって実際には同じ大きさなのに大きく見えたり小さく見えたりすることがあるんで、あと余白の有無とかもあるんで、まあ、その辺をうまい具合に調整しながら、まあ、全部同じぐらいの大きさになるように調整したりしています。はい。であとは最近ちょっと話題になった無断キャンセルについてもいろいろ対策というか考えることがあって、でスペースアップスありがたいことにずっ と、ここ数年は満員御礼のイベントとして開催しています。なのでドアキーパーでキャンセル待ちの待ち行列がずらっと発生しているんで、まあ、1人でも多くの人に参加してもらうためにできるだけきちんと正式にキャンセルしてもらって、無断キャンセルの人はできるだけ減らしたいなと思っていて、で僕も思うことがあってブログとかに書いたりしたんですけれども、2つ方法があるかなと思っているんですけれども、防ぐ方法が1つは料金を前払いにする。でこれは効果はすごく大きいんですけれども、スペースアップスの場合ってちょっと、まあ、さっきも言ったんですけど規約で参加費を取ることができないので、この方法がちょっと使えないということで、もう1つの方法で、ちょっと強めなんですけれども、無断欠席した場合には今後のイベントの参加をお断りする場合がありますってこう一文ウェブサイトに添えておくと、まあ前の年よりは無断キャンセルが減ったんで、まあ、多少は効果あったのかなと思います。はい。で次、スペースアップス他の都市と開催同時に開催するっていうのが最大の特徴です。
で、どんな風になっているかっていうと、まず一応本部みたいなところがあって、で、まあ、仕切ってる人がいて、で重要な事項とか、あとはまあなんか規則とかレギュレーションとかは、メールで送られてきたり、あとはルールについてはウェブサイトに載ってたりします。でプラス、各拠点のリーダーが、オンラインミーティングを月1回程度で実施していますが、まあ、世界各国バラバラなんでタイムゾーンもバラバラで、こう同じ時間にみんなオンラインミーティングをやるっていうのは不可能なんで、同じ議題について、1日に3回会議をやります。でその3回のうち、自分のタイムゾーンとか、まあ、生活リズム鑑みて一番都合の良い時間帯に開催されているやつに参加します。で、まあ、3回同じ会議をバラバラにやるんですけど、議事録はあのハックパッドっていう Google Docs みたいなやつで共有されているんで、まあ、1回目の会議が終わったらその議事録を見て2回目3回目に参加する人は追記するみたいな感じになっています。はい。で、スペースアップスはいはその本体が一応いるんですけれども、規則とかそのルールみたいなプリミティブなところは決めてくれるんですけれども、運営については完全に、各地域に、移譲されるっていう形になっています。で、日本国内でも、はい、5カ所開催されているんで、まあ、他の拠点ともFacebookグループなどを使いながら情報交換しています。で、まあ、特に、一番大事なのが英語の全てあの本体は英語でドキュメントとか連絡してくるんで、英語のドキュメントを読むのが辛いんで、まあそれをみんな手分けして読みましょうっていうのが、はい、情報交換の一番大きな目的です。はい。で、イベント運営で大事なことを最後ちょっと、はい、お話ししたいと思います。でまずコミュニケーションというか、もう本当にこれに尽きると思います。で多くのコミュニティの問題は、コミュニケーションの総量が不足していることによって起こるんじゃないかなと思っています。で今年はオンラインミーティングで、ミーティングやったんですけど、やっぱりこれだけだと不十分で、ミーティングやった時のこう顔を合わせてミーティングやった時のこう空き時間に雑談したりとか、あとは微妙な空気感っていうのがすごく大事だなっていうのを実感しました。なのでやっぱりあのコミュニケーションを増やすために、こうミーティングの後に食事したりとか非公式の場を作るっていうことが大事なんじゃないかなと思っています。はい。次に同じぐらい大事なのがドキュメンテーションで、まあ、これ仕事でもあとはいろんな組織でも散々言われてると思うんですけれども、これをやらない限り一生他の人に引き継げないんで、はい、頭の中に吐き出すように、はい、しましょう。自戒を込めて入ってます。このプレゼンもその一環です。はい。で、ヤプシーで、この話をヤプシーでするのは実は理由があって、というのもヤプシーのドキュメンテーションが本当素晴らしいなと思って感動しました。でこれクシーさんのブログですけれども、あの元事務局長、クシーさんの、このやったことを全部書き出すっていうブログをエントリーを書いていて、これもものすごく長いエントリーなんですけれども、これを読んで僕はまさにイベント運営であの宿泊してた頃なんで、あのこのブログを読んでもうすごく参考にしたとともに、まあ、僕も何か残していこうと思いました。はい。で、マキさんも同じように、技評の連載で、ヤプシーの運営でやったことを全部書いていたり、あとはマキさんは自分のブログにもその運営で心がけていることみたいなのをこう時々書き残していて、もうこれも深く感銘を受けています。でそれをちょっと紹介すると、あの懇親会打ち上げ等でスタッフに一銭も払わせてはいけないとか、協賛企業の利益になる商品を作り、それを気に入ってもらった場合に代償としてお金をいただく。あ、素晴らしいですね。はい。あとは、継続可能なイベントは宗教であってはいけない、はい、みたいな、はい、非常にこうありがたい言葉が入って、本当に、はい、ありがとうございますという感じです。はい。非常に参考にさせていただいています。はい。で、最後です。最後に2つだけお願いがあります。今日のスライド、あのプレゼン聞いていただいた皆さんに、はいはい。で1つ目です。はい。まず5回に1回ぐらい、皆さんイベント参加することはあると思うんですけれども、5回に1回ぐらいイベントの運営側にぜひ回ってみてください。でもちろんイベントのその手助けをして、こう運営を助けて継続するシステム、エコシステムを作っていくっていうことなんですけれども、運営側に回ることによってこう手伝う人にもメリットがあって、こう仲間ができたり、この仲間っていうのは一緒にこう何かタスクをこなして困難を乗り越えるので、イベントであって名刺交換するよりははるかに強固なこう人脈と、なると思います。でさらにイベント中に居場所ができたり、あとはイベントの運営にあたってこう段取り力を養って、仕事に生かしたり、あとは、何よりもこう今までの味わったことはない達成感を味わえると思います。なのでぜひ運営側に、はい、気が向いたら手伝ってみてください。多くのイベントでボランティアスタッフを募集していると思います。
はい、最後にもう一つ、お願いですが、はい、今日の話面白かったらぜひベストトークショーへ投票して僕にハムを食べさせてください。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。これから質疑応答に移りたいと思います。質疑がある方は挙手をお願いします。後ろの方にあります。クシーです。ありがとうございます。見てました。大変な苦労だったと思うんですけど、今年の開催で先ほどのハッカソンで一番大変だったところって何でしたか？ハッカソンで大変だったところ、そうですね、ちょっと個人的な問題かもしれないですけど、僕が石川県に住んでいて、で東京のイベントを主催して、でスタッフもみんな東京にいるっていうところで、去年まで僕は東京にいて、まあ、東京にいて東京のイベントを運営するっていう、まあ、普通のスタイルだったんですけど、今年ちょっと遠隔になってしまったことで、メンバーは去年とほぼ同じだったんで、まあ大丈夫かな、もう割と意思疎通取れてるかなと思ってたんですけど、やっぱり遠隔だと連絡がなかなか取りにくかったりして、そのオンラインミーティングで不十分で、ちょっとその辺多分やり方はもうちょっとあるんでしょうけど、その辺がまだつかめてなくて、その遠隔で、やるっていうのが大変でした。はい、アイディアソンとかをうまく回すやり方は何かコツがありますか？そうですね、はい、アイディアソンをうまく回すやり方は、実はアイデアソンの時は、ファシリテーションに、そのアイデアソンというか、そのアイデア出しを専門とする人方に、ボランティアで入っていただいて、で彼にファシリテーションをやってもらったんで、すごくうまく回ったと思ってます。で具体的にどうやったかっていうと、まず、アイデアを、いきなりブレストを始めるんじゃなくて、こう人と会話をしながら、自分のアイデアがこういうのがあるっていうのをこう一対一で会話して、しかも一人一分っていう短い時間で会話して、でそれを何回か繰り返すことによってアイデアをブラッシュアップして、でその後に実際にアイデアを書き出すっていうことをやったんで、それですごくスムーズにいったかなと思います。ありがとうございます。はい、ご質問ありますでしょうか？お話ありがとうございました。はい、NASA が主催ということで、すごいなと思うんですけれども、はい、こういうハッカソンの成果が、NASA に取り込まれて、なんか宇宙開発に役立つとか、そういうことはあるんですかね？はい、今まで、NASA、ハッカソンの成果がその NASA に取り込まれるかどうかということですけれども、そうですね、ちょっと具体的な事例までは、把握できてないっていうか、まだないかもしれないんですけれど、だんだんこのハッカソン自体も本格的になってきて、で一応このハッカソンを開催するにあたって、こういう課題を解決しましょうというテーマみたいなものが事前にいっぱい50個とかそれくらい、提示されるんですけれども、最初はすごくゆるふわ なんかデータを使って何か可視化しましょうみたいな、すごくざっくりしたテーマだったのが、最近はこの降水量が取れるデータを使ってこの水不足の問題を解決しましょうみたいな、すごく具体的な問題になってきてるんで、多分 NASA の方もすごく本気になってきて、この成果を取り込んでいこうっていう姿勢になってるんじゃないかなと想像します。ありがとうございました。マイクをそちらに。ワークショップ
はい、あれは何か目的とか。そうですね、子ども向け、はい、ワークショップ一緒にやっていったんですけれども、目的、そうですね、まあ、そのやりたい、運営側にやりたいって言った人がいたっていうのが、まあ、一番大きいんですけれども、まあ、もうちょっと理由深掘りすると、まあ、ハッカソン自体は宇宙のアプリを開発するっていうのがもちろん大目的なんですけれども、その宇宙のハッカソンを通じて宇宙とか NASA とかデータとか科学とか、もっとそういうものに身近になってほしいっていうものも思いとして込められていて、でハッカソンだとやっぱりプログラムできる人が多いんで、まあ、なかなか子どもが参加するっていうのは難しいんで、でも子どもにももうちょっと宇宙にこう触れてほしいっていうことで、子ども向けのワークショップとしてちょっと別の形で開催しました。他に質疑ございますでしょうか。まだあと若干時間があります。じゃあ下の方にマイクをお願いします。お話の中で会社にその見合ったリターンを出すっていうような話があったと思うんですけれども、はいはい、なんかそういう見合ったものってなかなか難しいかなと思うんですけれど、はい、例えば一例としてどういうリターンがあるとか教えていただけますか。はい、そうですね、確かにおっしゃる通りなかなか難しくて、今回我々のそのスポンサーフィー、スポンサーのリターンとしては、まあ、主に広告効果、宣伝効果、はい、になるようなことを、やっていて、で、まずウェブサイトにロゴを載せるというのと、このハッカソンの表彰式の時にこのスポンサー賞っていうのを設置して、で各賞をこうコメント付きでこう紹介して、で表彰してもらうっていう、その企業さんの宣伝になるようなことを、まあ、メインとして、はい、行いました。はい、他質疑いらっしゃいましたら挙手をお願いします。あと1人2人ぐらいになるけど、事務局長のお仕事って具体的にはどういうことされてるんですか。はい、そうですね、なるほど、特に決まったものはないんですけれども、ごめんなさい、まあ、いろんなタスクを、はい、あって、で、まあ、平たく言うとやる人がいないことは全部やります。はい、なので、まあ、ミーティングとかで担当割り当てとか、こういう仕事やりたいみたいなのは、まあ、どんどん決まっていくんですけれども、やっぱりそれで全部網羅できるわけではないので、まあ、残ったところは、はい、まあ、何でもやりますっていうのが、はい、そんな感じですね。ご苦労様でした、はい、ありがとうございます、はい、それではそろそろお時間となりましたので、以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。